さんこんにちは、フェンシング競技三宅亮です。今日はですね、僕の一日を紹介したいと思います。といってももうお昼なんですけれども、まあ、僕の日課、まあ本当だったら朝なんですけど、サボリーノの朝マスク、これをですね、まあ、やっていきたいと思います。変なんだろ、よいしょ、これどっちがどっちが分かんなくなるこれちょっと待って、こうか、はい、こうですね。でこれね、やりすぎると水分取られちゃいますから、まあ、2、3分ぐらいでいいんで、1分か、これとりあえず待ちます。じゃあですね、お昼ご飯、せっかくお世話になっているので、ウーバーイーツで頼みたいと思います。何しようかな。頼みました。結構ね、すぐ来ると思います。まあ、その間じゃ YouTube 見てたいと思います。今あれなんですよね、 Uber って玄関前に置いてくれるから、でここでね、あるあるなんですけど、ここで今ね、ここでね、こうやって来ましたっていうのが来るんですよ。でこの来ましたっていう時に、わ来たと思って急いで行くと、こう帰り際の Uber の配達員の人と目が合っちゃうっていうね、現象が起きるんでね、ここね、ちょっとね、これから Uber 頼む方はね、こうまあ配達員としてもですね、ちょっと待っていただきたい。今ですね、多分配達員の方、早々にエレベーターに乗り込もうと今ね、焦ってるところだと思うので、ここでちょっと待つの大事ですよ。よし、ちょっと行ってみます。あっちゃいました。じゃあ、はい、マクドナルド届きました。早速食べていきたいと思います。頼んだのが、基本的にこれね、ダブルチーズバーガーね、この皆さんご存知ダブルチーズバーガーと、まあ、同じく皆さんご存知ビッグマックとかね、あ、2個食べるんだって感じでしょ。あれなんですよ、やっぱりね、これ大事なのはね、ポテトを食べない。そう、結構太っちゃうんですよ。やっぱポテトめっちゃすっげえ美味しいのは分かるんですけど、やっぱね、なかなかポテト食べちゃうとちょっとこの時期だと太っちゃうかなと思って、飲み物だけにしてます。ね、ちょっとランチョンマット引いてね、これするだけでもね、ちょっとね、贅沢感変わりますから、ランチョンマットは、ね、引いた方がいい。うわ、ストロー、できました。いただきます。どっちからいくかな、どっちからなのかな。で、これでビッグマックなんですけど、これね、こういっちゃダメなんですよ。これそうすると中身ずれるんですよ。これ 上下逆じゃダメなんですよ。あ、上下逆じゃなくて上下が順だと中ずれちゃうんですよ。これね、こう食べてください。ひっくり返す、これひっくり返すと中ずれませんから。はい、うん、おいしい。ね、こうするとなんかどんどん出てきちゃうけど、こうひっくり返してるとここで止められる。理由はちょっと分かりません。でもなんかね、そういうもんなんです。まずはまずね、この前にこれ入れちゃうと。で、これ何してるかっていうと、温めてます。だから、これちょっと温めたら
見せちゃいますか。ほいっほいっ、あ、バッチ、三角コーナーバッチ。今日はね、これはルイボスティーですね。ルイボスティー、マリアージュフレールのブルボンですね。これ入れときます。そいじゃう。むずいぞ、取りながらはむずいぞ。いけるか。行っております。いけるか。よし、で、5分待ちます。よいしょ。ちょうど時間が来たので、紅茶ですね、ルイボスティーですね。ルイボスティーを飲みたいと思います。いつも飲んでると特に言うことはないんですけれども、まあ、美味しいですね、はい、あとそうですね、このマグカップかわいいよみたいなのある人はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいですね。ちょっと陶器系のやつ で、まあ、大きいのが好きなんですけど、大きいやつで、そうだな、まあ、ちょっと低くてもいいんで、コーヒーマグみたいになっちゃわないで、紅茶を入れるマグカップ、ぜひともお待ちしております。ちょっとご飯も食べて眠くなっちゃってるんですけれども、普段やってる体幹トレーニングをやっていきたいと思います。特にね、この間ね、何も話すこともなければね、やることもないわけだ。それではですね、先ほどトレーニングもしたんですけれども、ちょっと有酸素運動も兼ねて、Uber Eats に行きたいと思います。それではこちらに、じゃあ行ってまいります。はい、ですね、今 Uber Eats の配送を、しようかなと思って待ってる最中なんですけれども、この待つ時間がすごい長いんですね。で、まあ実際こうやってカメラ回すにも、どうしたらこう面白く撮れるかなと、まあいろいろと相談したら、スタッフさんがまあ、クイズを出してくれるということで、まあ、クイズを今から解いていきたいんですけれども、まあ、提供がというよりか、まあ、クイズノックさんのご提供ということでありがとうございます。はい、ということで、まあ、早速解きながら、Uber の注文を待ちたいと思います。うわ、出たよ、見覚えのある形から謎を解け、暗号など、僕はですね、とにかくあれなんですよ、地理が超苦手で、多分なんですよ、これあれなんですよね、多分日本の都道府県のどっかなんですよね。これを使って解くわけなんだけど、俺はこれが分かんないから雰囲気だけでいこう。だから、か、かなか、だから、か、な、と、分かりました。これ多分あれですね、ハテナに入る魚、タイですかね、多分そうでしょう、きっと。来たので、じゃ早速買いたいと思います。よいしょ。はい、今商品をピックしまして、で、注文してくれた方のもとへ向かっています。配達終わりました。じゃあ、まあ元の場所に戻りたいと思います。ただいま帰りました。だいたい1時間ぐらいですかね、ちょっといたんですけれども、いや結構もうだいぶ外暑くなってきて、ちょっとバテてしまいましたね。うん、まあ、
この後、ちょっとご飯作ろうかなと思います。はい、それではですね、トレーニングと、ウーバーイーツの方が終わったので、ご飯を作りたいと思いますので、スーパーへ行ってきます。はい、買い物が終わって帰ってきました。早速、作り始めたいと思うんですけれども、まだ何作っていいのか分かってないので、とりあえず煮たり焼いたりしてみます。はい、はい、まずですね、これですね、大葉をちぎってですね、かつお節をかけて、でね、もうね、これあれですよ、ここにね、もう麺つゆ入れちゃうんですね。ざーっとめんつゆかけとくと。で、めんつゆ入れて、でお酢だね、お酢をまあまあトロトロっとかけちゃう。で、ごま油をダーッと入れると。はい、で、これでね、蓋してね、置いとくだけでね、全然一つの調味料としてなりますからね、おすすめです。油を入れすぎたんで、めちゃくちゃ跳ねてる、めっちゃ熱いです。コンソメでいいのよね、これ、わかんないけど、なんかブイヨンをきっと四角く固めたものをコンソメだと認識してます。だからこれ入れちゃえばいいんだけど、どうなんだろう、これ、市販のカレールー大皿8から12皿に対して本品1袋をお使いください、開封後は1回で使って切ってくださいと。これ全部入れたら大変ってことよね。このこれね、こうしちゃおうか。これ炒めな玉ねぎペースト、市販のカレールー大箱8から12皿に対して本品1袋、こいつもだな。こいつはね、きっとね、いっぱい入れちゃって平気。水を入れます。はい、じゃあこれでしばらく、煮込んでみたいと思います。ちょっとやってみたんですけど、なんか足りないなっていう時は、だいたいこれを入れとけば間違いないですから。ソーセージウインナーね、ウインナーをこう切ってバッと入れとけば、基本的にだいたい男料理にはなっちゃうけど、味は整いますので、こんな感じになりました。かなり男料理って感じですけどね。ということで、なんかよくわからないスープできました。はい、できましたね。ちょっと早速食べてみます。これがね、ちょっとね、失敗したんですよね。じゃがいもが、食べられますけどね、ちょっとね、肉じゃが用のやつでやってしまって、肉じゃが用にブイヨンやっちゃったから、ちょっと甘々になっちゃいましたね。だけどブイヨンってやっぱりコンソメの仲間だっていうのは分かったんで、よかったっす。そうそう、言ってなかった、これさっき作ったやつですね。このね、しそちぎって、でめんつゆ入れて、ごま油入れて、それ豆腐にポンと置くだけでもね、全然変わりますから、ぜひともね、やってみてください。ごま油をあんまりこう
怖がらずに結構ワッと入れた方が美味しくなるかなと思いますね。あと生姜入れたりとか、あの結構焦がしネギみたいなね、ごま油で焦がしたネギとか入れてもいいかなと思いますね。これこんなには食べきれないな。これ2個で明日の朝食べます。2個だなこれは。うん、よっしゃよっしゃ、じゃあよしやってきます。 PBG やってきます。 OK、 そこで、え、違う、あの GoPro に。なんで君はこんなにもそのパラシュートの目測間違うんだよな。ボルノバに、ボルノバを間接的に攻めていく。ボルノバの変が終わった後に明智光秀スタイルでいくしかない。石田三成スタイルでいくしかない。で、多分ここはあの浮島みたいなところ、キャッスルのちょっと下の浮島でいけるから、もういけるよ。いや、よーい、どんだよ。あー、しまった、やられた。おー、ナイス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 、オッケーオッケー、いいよ。サプレッサー持ってるからいろいろと使って。これが三宅亮の1日のルーティンです。見てくれた方はありがとうございました。